足で操作するマウスを試作してみます。配線はスイッチをつなげるだけです。設定ソフトから簡単にキー割り当てができます。こんにちは、作るに夢中、三峰すずです。今回は足で操作するマウスの制作に挑戦してみます。原稿書きやコーディングなどキーボード操作がメインの場合、マウス操作のために腕を動かすのは面倒ですよね。足でマウスが操作できれば、手の位置をずらすことなくマウスカーソルが移動できて便利な気がしませんか？今回はそれを検証すべく試作してみたいと思います。そんな入力デバイスの試作にぴったりな基板、実はあるんです。ビットトレードワンのリバイブ USB マイクロです。この商品は USB 入力デバイスを簡単に作ることができる小さな基板と専用の設定アプリのセットです。ボタンを接続するだけでオリジナルな入力デバイスが作れます。ゲームコントローラーの自作でよく使われるようですが、それだけではありません。キーボード、マウス、ゲームパッドの機能の割り当てに対応しています。専用の設定アプリから機能の割り当てが簡単にできます。 USB 通信も設定アプリも自分で作るとなるとかなり大変ですからね。これは嬉しいです。スイッチは普通の押しボタンだけでなく、ロータリーエンコーダーという回すタイプのつまみにも対応しています。ビットトレードワン様より公式オンラインショップで使える割引クーポンをいただいています。概要欄からぜひチェックしてくださいね。まずはハードウェアを詳しく見ていきましょうか。足元と手元の2つの操作盤で構成されていて、それぞれのスイッチをリバイブ USB マイクロに接続しています。足元の操作卓、レバーはアーケードゲーム向けの4方向スティックです。方向ごとにオン・オフが切り替わるタイプのスイッチです。踏み込むボタンはオーディオ機器で使われるフットスイッチです。これらをマウントパーツを介して木材にしっかり固定しました。配線は LAN ケーブルを流用して手元の操作卓まで引っ張ります。ピン数が多くて長いケーブルが入手しやすいという理由です。有線 LAN に接続できるわけではないので注意してくださいね。手元の操作卓は押し込みのできるつまみとスイッチが2つです。つまみはロータリーエンコーダーというパーツで無限に回るタイプです。スイッチはキーボード向けのメカニカルスイッチを使いました。これらのスイッチを取りまとめてパソコンとつないでくれるのがリバイブ USB マイクロです。12個の端子にスイッチやつまみが接続できます。今回は10個のスイッチと1つのつまみを接続して12個の端子を使い切っています。作った入力デバイスを接続して設定アプリで機能を割り当てます。設定対象の端子の番号、入力の種類、割り当てる機能を選択するだけです。設定はリバイブ USB マイクロ自身に保存されるので他のパソコンにも持っていけます。ロータリーエンコーダーは2つの端子を使って方向ごとに機能を割り当てられます。今回はこんな割り当てにしてみました。マウスカーソルの移動速度を一時的に変更することもできるので、カーソル加速ボタンを設けました。使ってみた感想としては、キー入力主体の操作なら腕がホームポジションから離れないのは想定通りになりました。レバーとスイッチが硬く、やや体重を乗せて操作することになるので、もう少し軽いパーツを探してみたいところですね。手元のつまみはやはり便利なので、こちらに振り切った入力デバイスを作るのも良いと思います。今回は足で操作するマウスを作りました。自分の使い方に合ったデバイスを考えて制作するのは楽しいです。でも全てを自作するのは時として大変です。そんな時は部分ごとに既存の商品も取り入れましょう。パソコンの入力デバイスにおける大変な部分を受け持ってくれるのがこのリバイブ USB マイクロです。スイッチをつないで設定アプリから機能を割り当てればすぐに動きます。試せます。ぜひリバイブ USB マイクロであなたのアイディアを形にしてみてください。概要欄からクーポンと合わせて公式オンラインショップをぜひチェックしてみてくださいね。このチャンネルでは既存のものもうまく取り入れつつ自分で作って試してみることを大切にしています。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。